サブちゃん撮ろう。あいよ。あいよって言ったじゃん。財布いいよね。最近もう一気に増えるリップとしてさ、受験なんで、みたいな。一言くださいとか。受験ってきついよね。そうね。あとはまあだから受験なんで、ツイッター一旦ちょっとログアウトしますとか。それはすごい見た。昔からすごい。めちゃめちゃ多いじゃん。まあテスト期間の人もいると思うし、うん、その受験でとか、うん、まあ、僕ら大学生なんで、やっぱなんかそういう人たちに、なんかその、まあ、おこがましいけど、まあ、まあ、ちょっとだけ人生の先輩だからね。まあね、その一緒に頑張ろうっていう意味も込めて、で、やっぱリプとかだと返してるけど、その全員には返せなかったりするから、うん、まあこの動画をね、撮って、まあなんかちょっとでも励みになったら、間違いない。そういう動画をね、ちょっと撮ろうかなと思って。なんて返してたの？まあ俺は、そういう時は、まあ、とりあえずやって、無理だった時はもうしょうがないって思えるぐらいやるって、ね。そう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 。だから本当にこんなに頑張って、うん無理だったら、じゃあ僕は無理だったっていうか、ここの道じゃなかったって思うと、ね、そう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 。それ多分ね、結構親とかも言ってくれんじゃないかな、うん、塾の先生とかも。10時間毎日勉強して、テスト迎えて、うん、そこまで抜かりなくやってて、うん、落ちたら、まあそれもしょうがない。そうそうそう。しょうがないし、それは多分その人は違うところに才能がちゃんとあるから大丈夫なはず。うん、ていうかまあ、ね別のとこでもそれはそれで大丈夫、ね、それができる人ってになれたわけだね。10時間勉強毎日勉強するってことができる人になれたわけだ、ね、うん。まああとは頑張りすぎない、死なないように、うん、そのいやそうだね、その分体に気をつけなきゃいけないかもしれないし、まあ、精神的健康ってすごい大切だよね。間違いない。精神的な面で健康な人の方が多分記憶力も多分良くなるし、まあモチベーションも高いよね。あとはだからそうそうそう、楽しくやるっていうのはまあ難しいけど、うん、ずっと嫌だって思ってやるんじゃなくて、間違いないね。俺がなんか歴史嫌いなんだけど俺、うん、富は好きだけど、歴史俺好き、歴史嫌いだけど漫画とかは好きだったから、うん、自分でキャラクター描いたりしてたの。楽しくね、刀持たせたら、あこいつ武士なんだって分かるような、なんかイメージを分かりやすくね。そう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 。いや俺をね、みんな見てほしい、うん。まあトミーが言えることってあるよね、きっと、うん、高校3年生の時の俺の学力の低さすごい。まあね、俺その時知らないんだけどね、超バカだったもんね俺。その浪人トミーはしてるんだけど、その時に、なんかなんつうの、唯一の楽しみになってくるじゃん、そういう、うん、なんか軽く息抜きでこれ見ようとかっていうのにはもってこいだよね、うん、ずっと言ってた。俺は本当に浪人してるっていうのがあるから、うん、もう本当に受験とかに対する思い入れはめちゃめちゃ強いから、うん、そう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 。いや本当に高3の時の俺の学力で言ったら、うん、あの9ってあるじゃん、大文字の、うん、大文字の9のイメージしかなくて、小文字の9、あれのあのままちっちゃく書いてたもんね。P のイメージで言ったな。P のイメージで。P はそのままなんかズドってなんか地面に埋もれてるような、うん。小さくなってるのに、まあ、Q は違うのっていうぐらいバカだった。筆箱持ってなかったから。筆箱持ってて、ノート全然書いたことなかったし、筆箱を持って学校行かなかったし、めっちゃ勉強したぞ俺。いや、それはもうそれは俺も知ってるし。瞬間的にはね。風速的にね。風速、最大風速が多分めちゃめちゃ勉強したよ俺。うん、で、1年間、もう必死にさ、みんなが6年間勉強してきたことを1年間で積み込むっていう作業をして、まあ、今があるから。ビリギャルでしょ？だから。む、そうな。もう本当にビリギャルかもしれないから。ビリギャルなんだ、トミーは。いやでも、実はね、本当にでも勉強は、ある一線を超えると、楽しいなっていう瞬間が来るし、うん、そこに、行く、なんかモチベーションになるものも絶対あるから、うん、それが、僕らの動画でありたいっていうのはある、うん、そういう人たちがなんか夜中に5分間、うん、まあサブチャンでも10分間の休憩とか、休憩というか1日頑張って、じゃあ水溜りボンド見るかであってほしいなって思う。本当にそれはもう始めた当初から、まあ、俺は勝手にそれをやっぱコンセプトにしてた、うん、言ってたね。なんかだから視聴者数高いのがちょっと嬉しいしね。そう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 、だからそういう動画を出したかったの俺は。確かにみんな本当に頑張ってほしいし、別に受験じゃなくてもいろいろあるじゃん。テスト勉強もあるし、まあ社会人になってもいろんなテストがある人もいると思う、うん、だから一緒に頑張る何かをしたいなと思って。まあだから偉そうには言えないけどね、めちゃ単位落としてんだから。同じことやってんじゃねえかよ。めちゃ単位落としてぞ。でもまあ頑張ればね、うん、まあ、みたいな人でもなんとかなったからね、なんとかなりますよ。間違いない。僕小4から小6まで海外に行ったんですけど、うんうん、
そういう人たちに向けて言っていいですか？もうあんまいないんだよ。あんまいないそうだな。友達できないと思うんですよ、うん、言葉通じないから。なるほど。そういう時僕何してたかっつったら、あのキックボードこう言ったんですよね。それおすすめ。いや、おすすめしないで、そんなことを。友達作ったら家の後ろにゴルフ場あるから、そこでタイムアタックする。ないから、皆さん昨日の自分より早く。だからそう、海外にいる意味がない。そしたらゴルフ場でキックボードやるやつ、いやいや、すごいスピードで、せめてゴルフをやれ。その場合はゴルフボール拾ったけどね。ええ、盗みじゃん。そしたら落ちてるから。いい、盗みじゃん。盗みって言い方おかしいよ。なんでだよ。アメリカ盗みっていう概念ないし。ねえんだ、うん、アメリカは。海外に留学してる人は、まあ、すごく水溜りボンドを見てくれてる率が高い。あー、そっかそっか。それを感じない？感じる感じる。だからその人たちも言いたいのは、チャレンジしてる中で、うん、夜きつかった僕らの動画を見るような存在で僕らはありたいっていう。そうね、翻訳してくれてもいいしな。いや、その自分のとこにさ、進むのよ。自分側に聞きたい。いやいやいや、お互いのメリット、メリット。なんかあったら、コメントくれたら、そうそう、それに対して答える。まあまたね、そういう動画をまた出していくので、ね、うん、まあ、皆さん、じゃあ僕らも頑張るので、はい、皆さん頑張りましょう。はい、そんな感じで、セカンドチャンネルでした。セカンドチャンネルって言ってるよね、なんか。サブチャンな？サブチャンね。あ、でもサブチャンって言ってたわ、さっきから。